走りが特徴的ですね、はい、で先ほどちょっと腕をリラックスしたりしてますので、はい、余裕があると思います。優勝を目指す京都の佛教大学、画面は森を捉えています。エース区間3区に今年のユニバーシアード1万メートル銀メダリストの木崎、アンカー6区には15分台の1年生西原です。森川監督は、はい、また名城大の西川さんですが、はい、169センチの長身ですがストライドを生かした走りが特徴的ですね、はい、で先ほどちょっと腕をリラックスしたりしてます、ね、まずは後藤、日大入った3の仏教大学、仏教大学が今5位で出し切りで仏教大学、森川監督期待の1年生が今たすきをいただきました。並んだ、そして原が一つ出た。仏教大学は2位に上がりました。仏教大学は2位に上がりました。この差が1メートル少しずつ下がり、仏教大学8年連続8回目の受賞、確実なる着実な強化を図って最高の2位でフィニッシュテープを切りました。そしてそのさらに奥、ひときわ長身のこちらがですね立命館の小島ということで、この3人が完全に引っ張る展開になりました。第23回スーパーレディス駅伝チームの普通が左、4連覇がかかっている女王立命館1区は田中花江、その右仏教大学の石橋舞、京都ただ立命館との差が開いてきた感じですね。はい、立命館の田中も2区 6.6 キロに起用してきました。女王立命館は去年4区区間新の沼田、そして優勝候補立命館が迫ってくる、立命館の田中が迫ってきた、仏教大学待ち構えますのは森井か、立命館の田中が後ろ5メートル、このまま仏教がトップで7年ぶり第一中継所たすきリレー、そして立命館先頭は仏教大学4年生の森井かキャプテンです。キャプテンがこの先頭でたすきを受けました。それを追いかけるのが後ろから来る立命館大学2年生の沼田道。あの最後立命館の田中選手との争いでした。どんな思いで走り切りましたか？いやもうとにかく去年は区間2位ってことですごい悔しかったので、今年はもうどうしても区間賞としてやっぱ優勝に貢献できる走りをしたいなと思って。ですか、ね、エース対決に行く前にある程度今アドバンテージの、ね、時間がもう20秒近く開いてますからね。中継所トップで飛び込んでくるのは仏教大学、そして待ち受けるランナーは西原佳純3年生ユニバーシアード1万メートル金メダリストです。今西原、森ゆいかに大きな声をかけました。森ゆいかしっかりとその紫色のたすきを握りしめています。今年は悲願の初優勝を目指し24人チーム一丸となって全員で戦います。一人一人の底力を見てほしいと話していたキャプテンの森ゆいか、2年連続2校任せで2年連続トップで仏教大学たすきを渡しました。そして森ゆいかのタイム、すごいですね、20分51秒、これまでの区間記録、ありがとうございました、区間記録を25秒更新する区間新記録、何ですか？目標にしてたのが区間新記録ということで、まあ、全体の目標は優勝だったんですけど、個人の目標は区間新ということで、もうそれが達成できて本当に嬉しいです。2年連続成功の協力により皆様に経過時間をお伝えしています。この西原は今年行われた1秒差まで詰められましたが、第3中継所には1年生の武智、仏教大学1年生武智が待っています。西原の姿が第3中継所から見えてきました。さあ後ろの小島はどうか、小島の姿はどうか、まだ第3中継所から変わりまでいて、さあ小島も見えた、しかし西原来るには1秒差あったが、まずはトップで仏教大学たすきをつなぎました。西原の記録はどうか、この4区1年生それぞれ本田選手、武智選手ね、はい、1年生ですが重要な勝負を決める争いになりましたね。西原と小島ですね、はい、それでは区間新記録を出しました立命館大学の小島選手、そしてトップを守りました仏教大学の西原選手に来ていただきました。まずは小島選手、今ラストスパートになりました。今両手に持ち替えて今トップで仏教大学3年ぶりに襷をつなぎました。襷をかけた1年生の森千奈美は上りは燃えますと話していました。もう折り返してからゴールを目指している形なので、もう次の選手が待っているのを見てまたさらにスパートする元気が湧いてくる。アンカーの吉本が今大会新記録のペースでフィニッシュへと向かっていきます。初優勝のフィニッシュテープ、仏教大学初優勝、森の宮に新女王が誕生しました。2時間すごい大会新ですね。これこれまでの大会記録を大きく上回る記録、そしてアンカーを走りました吉本ひかりも区間新記録25分35秒。
圧倒的な強さを見せました仏教大学。走り終えました立命館大学です。さあそして2時間3分台ということです。現在向かっているのが奈良産業大学、中京大学、新潟大学、そしてその後ろに地元の東北市大学の姿も見えます。喜んで悲願の優勝なんですと話していました森川監督。そしてあ森ゆいか優勝して胴上げをされたいんだというふうに話していました。フィニッシュ地点、あ涙に暮れます仏教大学森ゆいか。仏教大学が初優勝、新女王に輝いています。金さん、はい、お伝えしましたように仏教大学2時間3分32秒大会新記録、はい、史上7校目の完全優勝でした。君がくれたエール忘れない走れ